はいどうも、皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と恐怖と不安と拭いされない欲望と共に寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということだね。もう本当にね、労働したくないですね。しつこく言っていきますよ。もうね、今日はね、第17弾、ね、250本以上の動画の中での一番多いシリーズ、ね、もう毎週だって、ね、動画撮れますけれども、言いたいことは山ほどありますけど、第17弾、労働こそ諸悪の根源であるという話をね、まだしていきたいと思います。三日三晩語っても語り尽くせませんね。皆さん労働してはいけませんよ。そこの若者、引きこもりニート、いや、無職、絶対働いてはいけません。絶対労働してはいけませんよ。ということでね、なぜ労働は諸悪の根源なのか、第17弾、テーマは、治安ですね。治安という観点から言ってもですね、労働は諸悪の根源である、もう悪の中の悪であるっていうことをね、激しく言っていきたいと思います、ね、なぜそんなことが言えるのか、ね、労働があるっていうことはね、労働反対、絶対反対ということでね、労働っていうのはね、やっぱり治安を悪くするんですよね。労働が辛いと皆さん思いますね。私も思います。私も今日本当にヘロヘロになって帰ってきましたけれども、私もそう思います、ね、労働がヘロヘロになって、男も女も労働でヘロヘロになってね、それで20代30代のね、結婚適齢期の男女がね、労働でヘロヘロになって、もちろん少子化になります。少子化の原因の大部分は労働が悪いんですけれどもね、そんなことでね、知り合えたり遊んだり、ね、デートしたりする暇なんかないですか。ヘロヘロなんですから、ね、で少子化になります、ね、皆さんご承知の通り少子化になるんですけど、少子化になったら何が起こるか、ね、人手が足りなくなる。今の状況ですね、今の現代日本の、ね、問題の一つですね。人手不足になりますね。第一次産業から始まりね、とにかくもうあれですよ、底辺からね、まともな会社まで、まあね、まともな会社なんてね、数えるほどしかありませんけれどもね、ほとんどがブラックです。もう世界はブラックですよ。ワールドイズブラックですからね。そう、日本だけじゃないですけれど、まあそれは置いといて、ね、そうなると皆さん気づけませんか。人手不足になるとどうするか、移民を輸入するんですね。ヨーロッパはじめ欧米はじめね、移民を流入させる。そうするとどうなるか、ね、九州のイスラム関係者ね、今九州で問題になってますね。イスラムの人たちが土葬にしたいみたいな話で揉めてますね。ね、人が死んだらね。で、彼らは何て言ってるか、100年後、日本はイスラム国家になるんだから頑張ろうって言ってるんですよ。そして、まあ、いろいろ人手が足りませんからね、中国、韓国、どころじゃないですよ、ね、ミャンマー、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ね、または中南米のろくでもない国からもね、いっぱい、ね、奴隷を輸入しないといけないんです。我々も奴隷ですけれどもね、本当にね、今日帰ってくるとき思いましたよ。まるで牢獄の中でね、独房に入れられてるようなもんだなと思ってね。自由があるようでない、ね、本当に刑務所に入ってるみたいだなと思いました。非常に労働ってのは良くないですね。そうな、刑務所どころの話じゃなくなるんですよ。
そういう外国人が流入して、ね、治安が悪くなるんですよ。彼らは彼らでね、少子化なんてどこ吹く風でね、ボコ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 ね、子供を産みますからね。しかし価値観が違うわけですね。価値観が違う。ね、彼らはね、自分の国で、ね、こう、なんでしょう、暴力と犯罪の中をね、泳いできてるわけですから。ね、日本の甘さっていうものにつけ込んでね、さまざまいろんなことをするわけですよ。で、治安は悪くなるんですね。埼玉においてもね、クルド人たちは川口市にいますけれど、ね、余裕でクルド人国家を建設するってやってるわけですね。さっきの九州のね、イスラムの人たちは、ね、100年後はイスラム国家になってる日本はって言ってるわけです ね。そしてベトナム人は桃を盗むと、ね、豚を盗むと、ね、私は世界を滅亡させるためにこのチャンネルを立ち上げている史上最悪の YouTuber でございますけれども、まあそうなったらそうなったらいいんですよ。日本の在来種なんてね、みんな死に絶えればいいんですよ、ね、考えてもみてください。かつてのローマ帝国もね、ギリシャの、そうね、もう一緒じゃないですか、ね、みんな奴隷が力権力を奪い切ってね、そういう帝国は滅んでいったんです。まあそれはいいんですよ、それはいいんですね。治安が悪くなって別にいいんですけど、治安という意味合いにおいてね、結局原因は何かっていう話ですよ。なんで日本はこうやって滅んでいくのかっていうことですよね。労働ですよ。労働が原因なの。労働がきついからですよ。労働がきつい上に外国人を流入させて低賃金のまま、日本人も低賃金のまま、彼らも低賃金のまま、で治安は悪化していくわけですね。でなんで、いやいや、それは外国人差別、いや外国人を差別してるんじゃないんですよ。簡単な話なんですよ。我々日本人もね、外国人もね、同じ奴隷です。同じ奴隷なんだけれども、低賃金でね、もう死ぬほど働かされるっていうことはどういうことになるか、みんな苦しいわけですね。人生が苦しい。人生が苦しいってことはどういうことかっていうと、いろんなことに手を出すんですよ。苦しみから逃れるためにね。ある人はお酒に走ってみたり、ある人はね、性的な発散に走ってみたり、ある人は、なんでしょう、薬に逃げてみたり。ね。これ全部労働が苦しいからですよ。労働が苦しいからみんなそういうところに逃げるわけですね。で、治安が悪くなるじゃないですか。それで、みんな働きたくない。労働がきつすぎるから働きたくない。労働したくないっていうと、無職だったり、ニートだったり、引きこもりが多くなりますね。でも、みんながみんな食えるわけじゃない。食えるわけじゃないとどうするか。ね。それ自暴自棄になる人もいるかもしれないけど、大体みんなあれですよね。反射的な人たちに動かされて、ね、強盗をしてみたり、詐欺をしてみたり、ほら。ね。何が原因ですか？私が今話してきましたね。何が原因ですか？労働がきつすぎることでしょ？低賃金っていうことでしょ？ね。上級国民はね、みんなね、あの世に帰ればいいんですよ。まあそれはまだ一つ置いといて、これ労働が原因なんですよ。これ治安が悪くなるっていうのね。で、反社の人たち悪い悪いって言うけれどもね、まあヤクザも含めて、または泥棒さんだったりとかね、あれですよね、まあ長渕のレイプはあれですけれども、要するにね、悪いことをする人たちは悪いって言いますけど、これ根本原因何なのか、労働なんですよ。労働だから、諸悪の根源は労働なんですね。労働がきつすぎて、みんなね、反社の人たち労働したくないね、アホみたいに低賃金で人に頭を下げてね、苦しい労働したくないって考えるの。僕はね、彼らの考えがものすごくよくわかる。とても同意したいと思います。100% 同意したいと思います。だってきつすぎるんだ。労働がね。
だから働きたくない。労働したくない。ね。楽をしたい。もう楽をしたいなんていうね、そんな余裕の話じゃないですよね。労働からなんとか逃れたい。ね。それで大金をせしめて、ね。なんかいい暮らしがしたい。人間短絡的ですからね。誰しもがそれを夢見たことあるでしょ。やってない人はね、度胸がないだけですよ。私も含めてね。悪いことしてない人なんてね、それは全ね、良い心を持ってるっていうよりも度胸がないだけなんですよね。で、度胸がない人はどうするかっていうと、あれですよね。3つの S で人生をごまかそうとするんですね。スポーツを見て、大谷のホームラン、まあ僕もそうですけど、大谷のホームランを見て、ね、よくやったみたいな話をしてみたりね、まあサッカーでもね、何でもいいですよ。スポーツ、ね、フィギュアスケートでも何でもいいですよ。そういうのを見てね、バレーボールでも何でもいいですよ。卓球でもね。そこで活躍してる人を自分に重ねてみたりとかしてね。ね、もう一つの S は、あれですよね。スクリーン、映画。まあ映画なんて言いますけど、スクリーンなんですから、この YouTube の動画だって同じことでしょ。これもまたスクリーンですよ。ね、そして三つ目の S は何か。セックスですよね。そう、セックス。ポルノ。ポルノ的なね、動画を見てみたり、風俗に行ってみたり、それが過剰に反応して、ね、パパ活女子を買ってみたり、ね、そう、生産業にどっぷり、セックス、スクリーン、セックス、スポーツのね、3S に逃げるわけですよ。度胸のない人たちはね。で、度胸が多少あったりとか、たかが外れたりとか、本当に労働したくないっていう人たちはね、やっぱり強盗だとか殺人だとかに走るわけですよ。ね。大金をせしめたい。うん、彼らの気持ちはよくわかりますよ。で、何が原因か、ね、長々とね、うだうだ話しますけど、労働なんですよ。ね。で、治安を悪くするのは何かって、労働なんですよ。根本は労働なんです。みんな働きたくないんですよ。労働したくないんですよ。で、お賃金がね、なんて言うんでしょうね、いっぱい働けばそれなりにもらえる、夢のような、ね、昔の佐川の兄ちゃんみたいにね、もうきついけど、もう50万、60万、70万、80万というね、それぐらいきついけど、やったらやった分だけね、いっぱいもらえますよ。それだったらね、みんなね、なんか独立したいだとか、こうね、勉強したいだとか、なんて言うんでしょうね、なんか自分の好きなことしたいとかね、一時的な生活をしのぐためにみたいな、いっぱいもらえるんならみんなね、そんなに悪事に走ることはないわけですよ。ところがね、全く逆なんですね。全く低賃金なわけですよ。ね、いくら働いても残業はカットされるし、ね、そもそももう寝る暇もない。ね、ヘロヘロ。ね、恋をする暇もない。みんな三つの S に逃れつつ、三つの S ってのは何で逃れるかね、度胸のない人たち。何の、あれですよ、座ったままだからですよ。ね、座ったまま。ね、スクリーン、セックス、スポーツ。見るだけでいいわけでしょ。まあ、セックスはね、風俗実際行く人は行く。ポルノ全般ですからね。三つ目の S はね。だからで多少なりとも度胸のある反射的なね、または、こう、空に窮した人たちだったりとか、もちろん度胸たっぷりに日本に来てるね、外国人の人たちはね、いろんな方法で詐欺的なことに走ってみたり、強盗的なことに走ってみたりするわけですよ。だから治安が悪くなるわけですよ。で、治安を良くしよう。ね、日本の良いところなんで、もう治安ぐらいしかないですけどね。治安、ぷよっとしてますね。そう、治安ぐらいしかないですけど、もうこれ崩壊しますよ。本当に崩壊します。
このままの状態だとね、人手不足だとか言ってるんなら金を出せって話ですからね。で、出さないですから、絶対出さないですから。中小企業潰れませんよ。ね、ゾンビ企業はこのままですからね。もうどうなるか。ね、火を見るより明らかに、もう治安は悪化しますよ。そして日本人の数はどんどん減っていってね。そう。奴隷が権力を結ぶ、ね。握り。でも我々も奴隷ですけれどもね、日本のゴールデンエイジっていうのはせいぜいここ100年ぐらいの話なんですよ。100年前ね、皆さんね、どんな歴史書でもいいですから紐解いてみてください。日本がね、豊かだって時代なんてないんですよ。もうここ数十年の話なんですね。諦めてね。ただそれでもこう治安が良かったんですけれどもね、これからは崩壊しますよ。もう外国並みにね、もう人を見たら盗っ人と思えが現実になる、そんなね時代。だから治安という観点から言っても、なんて言うんでしょうね、こう戦後ね、どん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 豊かになっていったね、そういう確約があるからこそ少子化なんか起きなかったし、ね、未来に希望が持てたからこそ、ね、終身雇用とかいろいろありますね。だから治安が維持できたわけですよ、ね、日本だって一皮むけばね、戦前とかね、江戸時代も戦国時代もね、ろくでもない国ですよ、ね、皆さん勘違いしてる。そう、戦後ちょっと良くなっただけです。まあ、だからもう戦中戦前に戻る、もっと前に戻る、治安は悪化する。でもその時代はほら、こう日本特有の陰湿なね、監視社会がありましたから、まだそれでもね、治安はいい方だったでしょうけど、もうこれからはもうそんなことないですからね。もうこれからもうずっとね、とんでもない治安が悪くなります。治安を良くしようと思ったらばね、日本人外国人関係なくね、そう、反社とか関係なくね、やっぱお賃金をしっかりと出していく、ね、労働に見合ったお賃金を出していくっていうことしかないんですよ。治安を保ちたいならばね。しかし保てません。絶対出しませんから、資本家たちはね。ありとあらゆるね、政治家だったりとか外国の圧力だったりとか、もうね、結託してね、結託しても絶対上げませんからね、お賃金をね。だもんで、でさねーっていう感じで、ですですって感じでね、そう、間違いなくこう治安は悪化していくであろう。で、その原因は何ですか？そもそも労働がきつすぎるっていうことですね。人を人として見ていない。扱わない。それはみんなうんざりしてね、三つの S に、先ほども何度も申し上げておりますように、三つの S に逃げたり、または犯罪が溢れかえってね、大体考えてもみてください。20年、30年前、こんなに詐欺が流行ってましたか？こんなに強盗みたいなこと流行ってましたか？流行ってないでしょ？ね、もっと巧妙でしたし、もっと影に隠れてました。もう今影に隠れてませんからね。もう危ない。危ない。お外は危ないですよ。もう今引きこもりこそ正義なんじゃないですか。僕も引きこもりたいです。ということでね。そう。なぜ労働が諸悪の根源なのか、第17弾。ね。それは治安を悪化させる原因ですら、労働であるからである。ね。労働こそ諸悪の根源である。ベーシックインカムをたっぷりとね、注ぎ込んで、その上でブラックなね、大企業から中小企業まで全部潰して、ね、ホワイトな世界、ホワイトな、なんて言うんでしょうね。
ちゃんと人を人扱いする企業群だったりっていうものが増えていかないとね、もうね、私の予言通りにね、治安はボロボロになります。もうその兆候が出始めていますからね。とにかくまあそうなったらいいんですよ。私は世界が滅亡することを望んでいるんですからね。いいんですけれどもね、なぜ労働が諸悪の根源かっていうことを説明するときに、やっぱりね、治安が崩壊する理由ですら労働が絡んでいる、この悪の悪中の悪ね。もう悪というのは個人の話じゃないんですよ。もうシステムの話、もっと言えばこう人間の根源的な、なんて言うんでしょうね、こう労働に依存した、労働しなくちゃいけないみたいな、その固定観念ね、それが全ての悪なんですね。悪の悪中の悪なんです。労働こそ諸悪の根源であるということが、治安という側面を見てもね、ご理解いただけたと思いますんでね、またよろしくお願いいたします。ではまたお会いいたしましょうね。神様は冷たいです。あったかいって言うんなら、このネガティブマンを超絶なお金持ちにしてみやがれ、どうせできないだろう、ふはははは、ということで、ネガティブマンでした。